ドラゴンズは最下位低迷と苦しい戦いが続いています。昨日阪神に3連敗を喫し、借金は今季ワーストの12に膨らんでしまいました。成績を見ると13勝25敗、借金12、勝率3割4分2厘。他チームと比べて大きなところとしましては、得点が101点と他チームより圧倒的に少ない、本塁打が11本と圧倒的に少ない、そして失策数が30と他のチームに比べて圧倒的に多い、38ゲームをして30失策というのはあまりにも多すぎます。広い本拠地バンテリングにて防御率もいい割に失策が多く失点が多く、得点圏打率が低いのが今のドラゴンズの状況だと思います。失策が多いのは経験が少ない選手が多いので仕方ない部分はあると思います。ホームランに関しては確かに魅力的ではあるけれど、それよりも外野の間を抜いていく長打であったり得点圏打率を高めていくのを模索した方がいいと感じます。スピードスターの岡林がいて、実力者の大島に、地元のスター候補の石川などタレントはたくさんいると思います。監督が新しく変わると使う選手も変わり、立浪監督2年目ということで今は辛抱の時期なのかもしれません。立浪監督のこれまでの采配方法、若手を積極的に起用すること、これらあって結果としては凡ミスが多く、エラーが連発、得点力不足、最下位低迷、借金が12に膨らむという状況になります。借金が多くなっていたことでドラゴンズ OB も声を上げています。 PL の後輩でもある福留選手、昨日の8回の攻撃凡ミスで得点を奪えなかったシーンで厳しく指摘をしています。福留さん曰く、これは絶対にやってはいけないミスと、8回ツーアウトランナー1、2塁の場面でバッター村松、見事レフト線にヒットを打ちました。そして2塁ランナーの石川昂弥がホームに、1塁ランナーだった細川が3塁に向かい、3塁で細川がタッチアウトになりました。そしてこの時点で石川昂弥がホームインしていないと判定され、一度はスコアボードに刻まれた1点が取り消されました。この判定に立浪監督がリクエストを要求しましたが、リプレイ検証の結果判定は変わりませんでした。福留さんはこの結果的に記録に残らないミスを指摘しています。石川昂弥が最後スピードを抜いてしまう、これで村松選手の打点も消えたわけです。自分のことだけでなくチームにも打った選手にも迷惑をかけますし、これは大いに反省してほしいですとコメントを出しています。昨日の3連敗で借金が12となり、 OB としてもストレスが溜まっています。そんな中で OB の山崎さんはこれまでの立浪監督の選手起用に嘆きを出しています。まずは打線について、外国人不在の現状和製オーダーになっていますが、立浪監督にはビシエドを使ってほしいということです。山崎さん曰く、相手からしたら絶対に嫌なバッターであることは間違いないということです。そしてもう一つ、先日からショートのスタメンに戻ったリューク、2軍で結果を出して上がってきたわけじゃないんですよ。やっぱり2軍で結果を出してきた選手を使わないと強くなりません。確かに選手間同士の気持ちにもやろうという気が少なくなる可能性があります。そして OB といえば落合、これは以前落合氏が監督論を語っていたことですが、
勝つことに執念を燃やす監督っていうのは一番いい監督じゃないのかな。そのために指揮官になるわけだから、負けていいっていう監督だったらやらない方がいい。どんなに戦力がなくても。現状、若手の選手批判やホームランバッターがいないなど不満を口にすることが聞こえてきます。しかし、いい監督というのは現状の戦力でいかに勝つのか、そこに執念を燃やすのかということがいい監督だと落合氏は言っています。